どうもこんにちは、キャンバスゴルフの永井です。今回はですね、プロゴルファーみたいな右腕を作るというテーマでお話をしていきたいなと思います。やっぱりね、アマチュアの方の多くは、利き手が右っていうのもあるのか、どうしても右手とか腕の力を使ってしまいがちなので、ちょっと今回はこのテーマについてお話したいと思います。右手を使うとどう良くないのかっていう話を最初にしたいんですけど、まず一つは進行方向に対して近い方の肩ってこっちなので、やはりこっちをこう軸に大きく振ってあげた方が、特にアイアンなんかはダウングローにも打ちやすいので、右ってちょっと少し控えめに使ってあげたいんですよね。あとは当てる時に手首がこうやって動いちゃって、今みたいにこうダフってからトップするとかっていうのも出ますし、あとは手じゃなくて今度はこの腕のあたり、この辺にこう切り返すときに力が入ってしまって、何かこう殴るみたいなね、力使いをしてしまうと、ダウンスイングの途中でこういう風に右腕がこう曲がってしまったりとか、こういう風にこう、いわゆるこう脇が開いてすぐ手が離れてしまう、こういう動きになっちゃうんですね。で、ちゃんと当たればいいじゃないかっていうのもあるんですけど、やっぱり、こう丸い円運動なので、当たるギリギリまでこう体の近くを通ってきて、最後にこう開放して伸びていって遠心力がマックスになる方が効率がやっぱりいいですよね。最初からこう大きく開いてしまうと、クラブと自分との距離っていうのがすごく長くなるので、ぐーっと巻くの大変になるんですね。だから近づきも良くないんですが、こう少し右腕っていうのはやや畳まれた状態のままずーっと入ってきて、遠心力でどこかでこう伸びる、こういう動きが、効率的かなと思います。で、そんなちょっとこうね、右腕を使ってしまいがちなわけなんですが、プロの右腕はどうなってるかっていうと、結構ですね、こんな感じになってるんです。ちょっと止まった状態でやるとこういう感じ、こんな感じですね。右腕だけこうやって取り外してみるというか、やってみるとこんな感じになってまして、これ一つずつ説明すると、これが普通のなんか人間のポジションで、これがゴルフのポジションなので、一個ずつ説明すると、右手首に関してはちょっと後側に折れてる、前腕部肘から下に関してはちょっと外回りし、これで完成。人によってはここはもっと外回りしてる代わりにちょっと上腕が内回りしてるとか、右手首曲がってて前腕もちょっとこっち回ってて、上腕もちょっとこう外旋強め、っていうケースもあります。これがどうしてこう少し組み合わせにバリエーションがあるかっていうと、この手首の折り具合、前腕の内向きなのか外向きなのかの回り具合っていうのはフェースのアングルに非常に影響するんですね。なので、その人がどういう高さとかこう球筋を打ちたいかによって微妙に変化はしますが、基本的にはこういう感じで、右手首は少し後側に折れて、前腕はちょっと外回りで、上腕はニュートラルって言ってみましょうか、中間ぐらい、これがいい形とされています。ちょっとゆっくり打ってみますね。バックスイング、ダウンスイング。本当はスローでお見せしたいんですが、
こういう腕の使い方をしております。で今回は、この腕の動きっていうのを体感していただくために、また身につけていただくために3つドリルをご紹介したいなと思います。実は昔ご紹介したこともあるんですが、1つ目はフェース開き打ちです。フェースをこう開いた状態でスクエアにグリップします。フェースを開いた状態でスクエアグリップします。この場合普通に振ると開いてしまうので、こういう動きが欲しいんですよね。このまんま打つと開いてしまうので、こういう動きが欲しいです。なのでこの構え方、持ち方からボールをまっすぐ打つ練習をすることによって、スイングの中、流れの中で手首がちょっと後側に折れる感覚っていうのを感じていただきます。左の状態でスクエアを打ちながら打ちます。左の状態でスクエアを打ちながら打ちます。これをすることによって、ここの手首の形の作り方っていうのが分かると思います。それでは2個目です。2個目は今度はちょっと逆なんですが、フェースを閉じた状態でスクエアに持ちます。フェースを閉じた状態でスクエアに持ちます。この場合フェースを、何もせず打つとこうやって閉じて当たってきてしまうので、どうにかこれをスクエアに戻さないといけないんですが、この時どうやるかっていうと、こう来てこうですね、右腕がちょっと分かりやすく短く持ちます。こう持ってますから、右前腕が外回りして、このまま打ってくる。バックスイングで右前腕が外回りして、そのまま持ってくる。そうするとこれがニュートラルに対して、これが外旋している状態なので、ちょっと右前腕を外回りさせた状態のまま持ってくる感覚が分かります。フェースをかぶせてバックスイング、右前腕が外回りした状態のまま持っています。これでまっすぐ飛ばせれば OK。 こんな感じですね。で今の2つのドリルをやることによって、スイングの流れの中で右手首を少し後側に折る感覚、それから、動きの中で同じく、右前腕を外側へ回す感覚、こういう感覚がちょっと感じることができると思いますので、これら2つをうまくこう感覚を合体していって、最初からはなくてもいいんで、だってまずは自分の素手の状態でできるかなと。いきなり打とうとするとやっぱ難しいですけど、まず素手で動作ができるか、自分のイメージチェックをしてみてください。はい、で3つ目、最後はですね、これもすごい単純なんですが、壁みたいな場所でやっていただくと一番いいんですが、こういうもう手に紙みたいなものを持ってですね、これスッといくと落ちちゃうので、これを落ちないように壁にぶつける。ちょっと難しいですね。こうやるとおのずとこの形が作れます。この形ですね。これはちょっとこうやればアウトサイドインでしょ、こうやればインサイドアウトですね。はい、ということでこんな感じで
3つのドリルをご紹介させていただきました。後で使います。はい、でいくらか今のドリルやってこうなんとなく右腕の使い方っていうのが分かってきたら、いざ本番ですね。ボールを打っていきましょう。こんな感じですね。はい、こんなものでございます。よくですね、右腕の動き、右腕って使うんですかって聞かれるんですけど、最終的にあんま使ってる感覚はないです。とはいえ左をいきなり使うのって非常に難しいと思うんですね。特に右利きの方が。なので最初何をするかっていうと、正しく打った時の右腕の感覚を覚える。そうするとクラブって結局両手で持ってるので、右手がもし完全に正しければ左もおそらく正しい動きしてるはずなんですね。そしたらこの動きに対になる左サイドの動きっていうのを今度は覚えていきましょう、ね、そうすると右の正しい動きから左の正しい動きも、まあ、学び取れるというわけです。で、まあ、右の使い方、左の使い方は、まあ、覚えましたけど、その先に待ち受けるのはじゃあ、スイングの中で右も左も意識的に使ってるんですかという話なんですけど、それもちょっと違って、最終的にこうなんていうのかな、やってる中で自分の大きいパーツがどう動いたら結果的にその形になってくれるかっていうのも徐々に見えてきます。同じ理屈で、右が正しければ左が正しくなるわけですよね。ということは両腕が正しければそれの対になるというか、それと組み合わさるボディ側の動きっていうのもやはりある程度こう決まってくるわけなんです、まあ、そうやってこうなんていうか、どんどんこうなんかスイングが本質化していくかというか、本質化していくというか、やっていくうちにだんだん自分の仕事というか意識的になる動作というのが出てくるわけです。はい、まあ、ただ、まあ、今回はね、とにかくその、まあ、レッスンの中とかでも右腕をこう特に使ってしまう方が多いので、あの、ただ今回は右腕に着目して、レッスンさせていただきました。ぜひお越しください。最後に告知がございます。4月25日土曜日、千葉にあるジャパンゴルフスクールという練習場さんで、もう半日かけてのスイングレッスン会を開催したいと思います。定員は4名で、時刻としては朝の9時半ぐらいから3時半までかっちり6時間練習をしていきます。内容としてはスイングの基本的な部分とか考え方とかもレクチャーさせていただいて、でもう半分ぐらいの時間はそれぞれの皆様の個別の課題に取り組んでいくというプログラムの内容になっております。興味ある方はぜひホームページからチェックしてみてください。よろしくお願いします。